鍵として認証されたこちらのスマートフォンのボタンを押すと、ドアのロックが解除されるんです。ものづくりベンチャーのフォトシンスがドアの内側の鍵に取り付けるだけでスマホが鍵になるスマートロックロボットを発表しました。工事や金具の取り付けなどを行わず、ドアの内側に特殊な両面テープを使い、カバーを貼り付けて使用します。家族や友達などと鍵の共有ができ、使える日時も指定できます。今後ホテルでのチェックインシステムにも使われる予定で、後付けできる鍵としては世界初としています。